断面形状マネージャーのビルディングマテリアルここでは断面形状マネージャーを使用して断面形状を設定または編集する方法をご説明します。断面形状マネージャーダイアログを開くには断面形状の単一要素を選択してコンテキストメニューから選択した断面形状を編集コマンドを選択します。ただし このコンテキストメニュー項目は断面形状を含む単一要素が選択されている場合にしか使用できません断面形状マネージャーダイアログを開きます断面形状編集ウィンドウも自動的に開きます断面形状管理パネルに基本的な断面形状編集オプションが表示されます断面形状の新規作成、および、 既存の断面形状の複製、名称変更、削除を実行できます。アーキ c a d 17から構成要素パネルに表示されるオプションの数が少なくなりました。優先度と方向のフィールドが削除されています。これらはビルディングマテリアルで定義されます。断面形状の構成要素塗りつぶしを編集するときに、 切断塗りつぶしではなく、この構成要素塗りつぶしにビルディングマテリアルを割り当てることができます切断塗りつぶしプロパティはビルディングマテリアルで定義されますこれについては関連する動画クリップをご覧ください断面形状マネージャーパネルの下部も変更されています適用されている材質の名称が下部に表示されます これは、対応するビルディングマテリアルの属性として定義されます断面形状編集ウィンドウで、辺をクリックしてカスタマイズしますこの辺に対して、カスタム構成要素塗りつぶしを選択します断面形状マネージャーパネルの各種ラジオボタンが自動的にオンになります